はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨ビットコインの相場分析をしていきたいと思います。いつもはですね、イーサリアムだったりとか XRP の相場分析もですね一緒にやっているんですけれども、今日はですねビットコインが、非常に重要な局面に来ているということなので、まあサムネ見た方はですねお分かりかと思いますけれども、一時的にですね上昇する可能性が結構ね高いんじゃないかなというふうにね、見ています。なのでまあそういうね上昇する可能性を示唆するような根拠となるようなところですね、そういったところをしっかりね解説していきながら、また動画の最後にはですねどういう風に今後ねエントリーしていくべきかというところのですねエントリー戦略なんかも織り交ぜながら話していきたいと思いますので、ぜひね最後までご視聴いただけたらという風に思います。今日がですね2020年の3月の7日、土曜日ですね。で明日はまあ休日として、また月曜日からですね、週が明けて金融市場がですねオープンするということで、ちょっとねそのあたりの相関関係も見ながらですね、今後の分析をしていきたいと思います。それではですね、チャート分析の方入っていきたいと思います。ビットコイン、まあ今日はねビットコインしかないのでビットコインの相場分析から、始めていくんですけれども、こちら映しているのはですねビットコインの4時間足ですね、いつも映しているチャートになります。でいつもと違うところはですねちょっとね出来高を映してみました。この出来高がですね示唆するものっていうところっていうのをねこの後解説していきたいと思います。今の時刻がですね18時15分ということで、今のビットコインの価格がですね9110ドル、日本円でいうと96万円付近ですね。そういった、ね、動きをしているということですね。で昨日動画を撮ることができなかったんですけれども、まあ、昨日1日のですね値動きっていうのはほとんどねこうボラがなくて、ずっと一定で、横ばいのようなあの相場をですね築いていきました。で今日ね、注目すべきポイントとしては移動平均線やトレンドラインですね、そういったテクニカル的なところのですね注目ポイントが1点ですね。それから金融市場との相関関係、それから出来高ですね、この3つを視点においてですね解説していきたいと思います。まずは移動平均線とトレンドラインとかそのテクニカル的なところですね、見ていくと、上からですねこれ長期の移動平均線がずっと落ちてきてますね。でここを今ね抜けられないっていう状態なんですけれども、まあ一方でね、こう下値に関しては短期の移動平均線や、まあ中期はちょっと離れてますけれども、だんだんね、こうゴールデンクロスを、形成しつつあるということで、短期の移動平均線がですね、こう上昇に向かってきつつあるというような局面です。なので、こう上にも行きにくいし、下にも行きにくいっていうところですね。そういったまあ、直近相場になっているっていうことが言えると思います。まあそんな中で、ここのトレンドラインですね、このピンクのラインですけども、ここのラインがしっかりね機能してきているということになっていますので、まあ一時的にですねこの長期の移動平均線抜けれなくて、下落してくる可能性はありますけれども、まあそういったところからですね上昇に、転換しやすい、局面なんじゃないかなと。まあいわゆるこの下値がですね硬くなっているということですね。上値も重たいんだけれども、下値もまあ切り上げていってますので、底堅い展開で上に伸びる可能性があるんじゃないかっていうところがですね、まあ1点目ですね。はい。でそれからですね金融市場との相関関係という部分なんですけども、これねちょっと面白いんで見ていただきたいんですけれども、ニューヨークダウのですね価格推移をですねここに載せますと、こちらのですねこの紫のラインですね、カクカクした紫のラインが、ニューヨークダウの価格推移になります。で面白いことにですねこれほど相関して動いたことって過去にないんじゃないかなっていうぐらい同じような値動きをですねしているのがまあよくわかりますよね。はい。それほどまあコロナウイルスの影響というか、金融不安みたいなものはですねやっぱりこの仮想通貨市場にもまあ影響があったんだなということがですね、まあこういったチャートでわかるかなというところですね。ただこのポイントからですね見ていただきたいんですけれども、ニューヨークダウンに関してはですねさらに一段とね、下落しました。昨日の出来事ですね、かなり大きくね下落したんですけれども、一方で、仮想通貨市場に関してはですね下落しなかったんですね。高値圏でずっと横ばいを、まあ築いていったんですね。ここにですね一つね注目したいなというふうに思っているんですね。ここまでずっとですね、ニューヨークダウと同じような値動きをしてきたにもかかわらず、ここでですね、一気に乖離しているというところはですね、注目したいんですね。でなぜ注目したいかというと、このニューヨークダウとかですねアメリカの株式市場、まあ日本株においてもですね言えることかもしれませんけれども、まだまだですねこれ下落は止まってないというふうにですね多くの専門家の方がですね言っているんですね。まあいろんなねこうテクニカルなところから、チャートを見てもまだ株式市場の下落っていうのはまだ続いていくんじゃないかっていうふうにね見られているという中で、仮想通貨に関してはですね、下がっていないと。まあビットコインですね、ビットコインに関しては下がっていないという局面、ここから、株式市場その連動性がですね乖離していくっていうことがですね起きるんじゃないかなっていうふうにね見えるわけですね。
ってことはいつものように金融市場に流れていた資金がですね、仮想通貨市場の方に流入してくるんじゃないかっていうふうにですね思われるかもしれません。でその可能性もですね十分あるんですけれども、今のところですね、ここの出来高見ていただきたいんですけど、出来高がですねそれほど上がっていないんですね。で出来高が上がっていないにもかかわらず、ビットコインの価格がですね、まあ地利上げのような形でどんどんこう上げていっているというような値動きがあるんですね。まあこれが金融市場の連動性から、この2番のところからですね3番の出来高っていうところですね、そういったところにこう移行してくるわけですけれども、今ね出来高が少ない中で価格が上昇しているっていうことは、売る人が少ないっていうことをですね、まあこれは表しているわけなんですね。新規でどんどんこう買いに入ってきているっていうわけでもなくて、売る人がですね少なくなってきているっていうような状況なんですね。なのでまあ価格が上がってきているというような考察ができると思います。ということはですね、この状態で新規の買いが入ってきた場合は、勢いよくですね上昇してくる可能性が高いというふうにね、見るのがまあ一般的なんじゃないかなというふうに考えているんですね。したがって、ここの直近のところですね考えてみると、やっぱりね上昇していく可能性が僕は高いんじゃないかなというふうにね考えているんですね。ちょっとねこのニューヨークダウ邪魔なんで消しますけれども、でまあ価格もね上昇してきているので、その全く資金が入ってきてないっていうね、新規の参入者が全くないっていうことは全然ないんですけれども、まあそれほど多くない中で徐々にですね価格を押し上げていって、まあロングのポジションですね、買いポジションを持っている方が今ね結構増えてきているというような状況になってきているんですね。で一つね、まあ今後ね上昇する可能性が高いっていうことを言っているわけですけれども、じゃあどこまで上昇するのかというと、やっぱりですねこの意識された9540ドルのラインですね、ずっと下げ止まってきた中でそこを一気にブレイクして下落トレンドになったわけですけれども、そこのですねライン9540ドル付近まではですねおそらく上げてくるんじゃないかなっていうふうに今ね見ています。まあそれもねこのテクニカル上もやっぱりゴールデンクロス作ろうとしていますので、この勢いに乗ってですね9540ドルまでは上がってくるんじゃないかなというふうに思っています。で、ここからですね、ここからはもう推測になるんですけども、多分ですねここで、ロング入ってた方も結構ねいると思うんですよ。でここでロング入ってた方はずっと含み損を、耐えて耐えて耐え抜いてきたということで、ここでねまあプラマイゼロまで戻るわけですよね。でそこで何が起きるかというと、やっとプラマイゼロまで戻ってきたから一回逃げておこうということで、買いの決済、要は売りですよね、売りが入るということで、ここで反発されてまたこう下にも落ちてくる可能性っていうのがですねあるんじゃないかなというふうに見ています。で、それを見越した上で、まあいわゆるロールリバーサルみたいな形なんですけれども、それを見越してここで新規の売りを入っていこうというふうにですね考えている人がおそらく多いと、いうようなところからですね、今の考察としては、このままですね9540ドルまで上げる可能性あるけど、ここでどういうふうになるか、一旦反発されるんじゃないかなっていうところがですね、今考えられるところなんじゃないかなというふうに、ね見ているんですね。したがって今後の戦略ですね、戦略に関しては今からねここまでの幅を狙っていきたいんですけれども、一旦ねこうまあ押してくれないと僕は入れないので、そこはまあ皆さん次第なんですけど、僕はもう一段押してこの短期の移動平均線なんかにぶつかったポイントで、買いに入っていくっていうことをですねやりたいなというふうにね、狙っているところですね。はい、僕の戦略的には一旦押したところで入って、このトレンドライン割れで、逃げるというようなところをですね一つ考えているところですね。はい、ということで、まあ今ね短期的には上昇する可能性、週明けに向けてですね、上昇する可能性があるんじゃないかなっていうふうに見ているんですけれども、まあ相場なんでね絶対はないので、特にねこの金融市場との連動性が今までねあるニューヨークダウですけども、ニューヨークダウとの連動性が結構ね、相関しているということですけども、まあ今直近のところでね、乖離してきていると。でこれがまたね同じように相関してくる可能性っていうのもねなくはないんですよね。で週明けその株価がどうなるかっていうところがまだ見えないので、そこで連動してまたね一段下げるっていう可能性は当然なくはないんですけれども、短期的に見てですね総合的に見るとやっぱりね上昇する可能性があるというところで、一応上昇目線でねこう戦略立てていくのがいいんじゃないかなというふうには思っています。ちょっとねこのあたり板も確認しておきたいと思います。はい、こちらデコボードですね。ちょっともう今日はねざっくり見ますけども、9200ドル付近ですね、このあたりの売り板厚くなっていますけれども、まあこちらに関しては今の価格帯からちょっと上がったところですね。はい、まあ直近のこううろうろしている高値圏ですね、そのあたりがまあ9200ドル付近になりますけれども、そのあたりで売り板がですね厚くなっているっていうところと、9500ドルのですね、売り板が厚くなっているところ、ここがですね明確に分かれています。9500ドルっていうのは先ほど僕が言いましたこの9540ドル付近ですね、このあたりはかなりねこう値動きが流動していましたので、まあざっくりねこの9540ドルっていうところを引いていますけども、まあこれは9500ドル付近ということでね考えていただければいいと思います。
ということで、まあ、こういったところでですね、こう、売り叩いていこうというふうにね、考えて、まあ、売り注文を入れてる方が多いということは、やはりですね、この9540ドル付近ですね、ここの赤いラインまで来た時に、一旦何らかのね、反発がある可能性はあるので、ここだけはね、注意しながら、基本的にはロング目線でですね、戦略を立てていくべき局面なんじゃないかなというふうに、思っているところですね。はい。ということで、今日はですね、ビットコインをメインに、お伝えしてきたんですけれども、まあ、今後もですね、こういった形で、株価との連動ですね、まあ、それが連動があった時に関してはこういうふうにね、やっていきたいと思いますし、出来高に関してもですね、今後、まあ、仮想通貨市場、相当ね、注目集まってきてますので、出来高も含めながらですね、相場分析を今後もね、していけたらというふうに考えています。ということで、今日の動画はですね、ここまでにしたいと思います。皆さん良い週末を過ごしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。